いやいや、一応さ、そのフリートークの幅を広げようということで、特に再来週のスペシャルウィークまで広げようということで、何をやろうかとかいろいろ言ってるわけですよ。そのゴルフをやろうとか。ゴルフ意外に楽しそうだけどね。やってないことの中ではね。言ってた中で、昨日の夜、厚生の渡辺くんに、伊集院さんやりませんかって持ちかけられたのが、女性リスナーこれが大事なことを言うから、それ聞かずに聞きなさい、あなたたちはちゃんとね。ここで耳を背けるぐらいだったら、もう、最初から寝ててくれ。っていうか、もう、その、俺の言った通り、ちゃんともう最初から寝てる人いると思いますけども、初めてのことで、みんなも興味があることで、しかもなんか世界が広がることっていうんで、どうだろう厚生渡辺氏が、どうですか、伊集院さん。包茎手術をしませんかっていう話になったんですよ。しかも、これやろ、便乗で、一緒にだと。なので、一緒にしませんかって話になって、結構昨日の夜はね、いいんじゃねえかってことで、やろっか、だったら、これ以上女性の数字を減らすのもどうかと思うけど、なんて話しながら、なんか昨日の夜は勢いで、でもさ、やる分には取材だから、番組のお金じゃないかな、とか、話をしながら、おちんちんを見せ合ったりしてたわけですよ、二人で。伸びてんねーって話しながらね、ね、耳を背けるなーよく聞けよくね、大事なこと、大事なこと。で、二人結構意気投合したんだけど、今日、まあ、厚生渡辺くんち泊まっていって、朝、こう、ふっと起きてから、さて、この企画をやりたいっていう話を松島ディレクターに喋りに行こうと思った時点で、ちょっと待てっていう話になって、俺たち二人いる時に二人がたまたま火星包茎だったから、すごい意気投合したんですよ。すごい勢いで意気投合したんだけど、松島ディレクターはどうなんだろうっていう話になったさ。で、前までは割とラになったりとかスタッフで知ってた、裸ん坊の付き合いをしてたんですけども、意外と松島ディレクターわかんねえのと、あと意外に AD 柳沢がどうだかわかんねえっていう話になって、もう一人のダブルプレインのもう一人の方の、厚生見習いの松上くんはこれもう火星 OK なのわかってるんですけど、これどうかなって話になって、恥ずかしいじゃん。みんなも興味持ってると思うんで、みんなでやりましょうよって言った時に、え、だってっていう話になったらどうしようって話になって、で、まあ、松島ディレクターに、ね、恐る恐る聞いたところですね、松島ディレクターも火星包茎でした。それでそのあたりからだからドキドキしてた分弾け始めてね、僕らもね。したらね、この番組の一応厚生と厚生見習いね、それからあとディレクターと伊集院光、これ4人も無作為抽出した4人がですよ。揃いも揃って、火星包茎なわけですよ。分かったわけですよ。ほいで、勢いついて、あ、この後、たまたま俺の取材に来てた雑誌社の人が2人いたんで、挨拶もしないうちから、包茎って聞いたら、コクンってうなずいたんで、今日来てた3人、記者さんも3人火星包茎なんですよ。ただもうサンプルが全部で、7人のサンプルで、7人中7人火星包茎なんですよ。ほいで、いかにも、おいらのおちんちんはもうどこに出しても恥ずかしくない。おいらのおちんちんを克明に掘って、シャンデリゼ通りに飾れって感じのミキサーの岡部さん。見た目がね、もうドキドキしましたよ。ドキドキ。まあでも岡部さんは、なんて以来聞いたら、仲間でした。仲間だったんですよ、これ。8人中8人ですよ、これ。したら、AD の柳沢に、もうこっちにしてはもうあれでしょ、大法連ですよ。大法連、もしくはもう、全法連ですよ。全国法系連合ですよ。全法連の、もう俺たち旗も作ったしな、あとハッピーも作ってさ、もう太鼓も叩いて、これがもう、全法連の旗持ちですよ。上がらないと言われてさ、伝説の全法連の暖気をぐわーって上げて、でも肌なびかないで先の方に絡みついてるんですけども、でそれ上げて、もうその AD の柳沢君に、君も当然全方連だよね、いや向けてますよ、その時思ってがっかりなんかしませんよ、がっかりなんか全然しませんけど、その時僕は思ったんですよ、すごく思ったんで、こっから大事なこと、もうあの女性リスナー、お母さんを起こしなさい。今お母さん、今ラジオで大事なこと言うから起こしてください。9人中、全部で9人中、8人が火星包茎なわけですよ。っていうことは、火星包茎が正常等じゃないですか。普通。
ね、普通なわけですよ。人間は火星方形なんですよ。あれ？いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。そうなわけじゃないですか。ね。で、世の中では、おちんちんの皮が余ってる人は切りましょうみたいな風習があって、皮が余ってることは恥ずかしいぞ、なんとか、クランプ式とレーザーメスで後も残らないとか言うじゃないですか、なんかで言って、タートルネックなんか頭まで被った広告とか出すじゃないですか。で、俺たちはいつも、チンチンの皮があることはすっごい恥ずかしい、すごい恥ずかしいと、あれにすっごい洗脳されてるんですけど、こういう大々的なアンケートを取った結果、ね、変なのは向けてるやつが変なんですよ。そうじゃないですか、全然そうじゃないですか。7割の人がです、9人中8人の人がですよ、これ、88.888% の人が火星方形っていうことは、これが日本人のあるべき姿なんですよ。もうね、戦後始まって以来の全方連の今あれですよ、与党。今、すごい与党が今立ってますけれども、それはね、じゃあね、で、よく反論する方がいるんですよ。例えば、ああいうのを手術してまで、おちんちんを露出したいという人たちがいるじゃないですか。するべきだっていう人たちは、機能的じゃないとかの話が始まるわけですよ。そういうおてティーンが露出しない。で、と言いますけど、じゃああなた、鼻の穴は3つあった方が通気性はいいけども、しますかってことになるわけですよ。これは。なんでそれ、奇弁だっていう顔で見るかな。全然そうよ、俺にとってはそうです。鼻の穴は、大体普通の人2つですよ。2つだけども、例えば広告に、2つはおかしい。2つは機能的じゃないから、3つにするんだ。って言って、みんな3つにしようと思った時に、あなた3つにしますかって話ですよ、これ。ね。だから、スペシャルウィークの、僕のフリートークの幅を広げるためには、さっきの全方連の会議で決定したんですけど、手術で柳沢くんを被せるっていうことに決まったんですよ。その方が普通、仲間になるためには、そうじゃなきゃダメじゃん。多数決取るよ。今みんないますけれども、一応スタッフが全部で、今、見ない松江がファクストリー行ってますんでいないですけれども、戻ってきました。いきますよ。二つ種類あります。ね。みんなが手術をして、ね。全員が手術をして、おティンティーをさらけ出す方が正しいと思う人、手を挙げて。一人。AD の柳沢くんのティンティを手術で被す方が正しいと思ってだけで、はーい。賛成多数によりですね、AD の柳沢くんのおティンティを被すっていうことで。あ、これね、ファクスもらうファクスもらうどっちが正しいかもらうね。自分は、火星方形か、もしくは向けているか、皆さんですね、ネタとかいりません。東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540、もしくは、手術しましたっていう人とかもちょっと、ファクスください。待ってます。ものの10分ぐらいですけれども、前方連の方の調査なんですが、今続々とファックスの方が集まっておりまして、今のところ小宮の方で届きましたファックスですが、オペ組が1人2人、特に生まれて退院してすぐに父が向いてしまったという人も含めて3人です。3人で、かぶり組なんですけれども、38名かぶり組おります。中にはですね、勇気をありがとうこういった お手紙も来ておりますし、自信が持てましたね。それからですね、俺よくわかんないの、今初めて知ったわかんないの、関東方形って何何なんだろう。いや、新生方形でも火星方形でもなくて、僕は関東方形ですっていう。あ、先の方が、あれなんだ、巾着袋みたいになってるんで、ちょっとしか出ないっていうのは、あ、そうなんですか。そういうのも、喜びのお便りばかりですよ。ペンネームひょいぱくさんは、柳沢さんの味方です。ひょいぱくさんの、おファックス読みます。柳沢さんがかわいそうです。ぜひ手術してあげてください。僕は伊集院さんと同じく正常です。このような柳沢さんへの、
ワンレターも来てますね。やってくれんのかな。いや、どうなんだろう、なんかダメなんじゃねえの、よくわかんないけど。あと、どうやんだろう、伸ばすのかな。移植ってすごくね、ケツとかからチンチンで先に移植とかっていうのとか引っ張るか、じゃあもうずっと。なんつったっけ、あのさ、矢印が両方についてるような絆創膏みたいな、なんつったっけ、知らない、なんか引っ張っておくやつ、絆創膏みたいので、本当は抜くためのやつなんだけど、あれを逆になんかパンツと皮の方をくっつけておくわけよ。そうすると動くたびに引っ張られるから。違うんだよ、そりゃね、女性リスナーがもしいるならば、何言ってんだと、あんたこんなね、ボディティーンの話ばっかりどうかって思うかもしれませんけれども、世の中こういう風に間違っていくんですよ。わかりますか？なんかイメージ操作がされているわけですよ、我々の中で。我々の周りのイメージ操作がされて、静かなブームとかっていう言葉に踊らされて、持ってないのはおかしいんじゃないかと思って、みんなこう脅迫観念のもと、抜かんでいいよ、チンチンを。向いていくわけですよ、みんな。ね、前方連のバッチとか作る。これでもうみんなにつけて歩くのやだな、前方連のバッチ。缶バッチとかで、もうみんな前方連つけてるから、みんなこうやって歩いてるやつとか、遠目からもわかんの。あいつは、自信持ってるっていう意味でね。前方連バッチ10個ぐらい作ってほしいやつとかになんかやろっか。ね、俺はいいや。まだまだなんか調査がなんか、どうにもこうにも、自分なら自信に結びついてないんで。